現職と新人の2人が争った新潟市長選挙は、現職の中原弥一さんが当選を確実としました。万歳！万歳！万歳！午後8時過ぎ、報道各社が当選確実を報じると、中原弥一さんは支援者と喜び合いました。開票は午後9時からですが、テレビ新潟では出口調査や取材から中原さんを当選確実としています。改めて市民の皆様のご意見やお考えを聞くことができまして、大変良かったというふうに思っております。これからも活力ある拠点都市、そして市民の皆様が暮らして良かった、働いて良かった、そして多くの皆様から育って良かったと思えるような新潟市を、これから市民の皆様と共に作り上げていく決意であります。選挙戦ではコロナ禍で疲弊した経済の立て直しなどを主張、市政の継続を訴えました。保守系の県議や市議が中心となって選挙戦を支え、共産党と社民党が推薦した新人を退けました。